ズドラーストビーチェ、同志指揮官、オマハ休憩巡洋艦ミルウォーキーが着任しました。あら、違いました？そうでした、北方連合所属ムルマンスクです。よろしくお願いしますね。軽巡洋艦のムルマンスクですよ。還暦を話すと、ユニオンのオマー休憩巡だった頃は救援任務や護衛任務をしてて、北方連合所属になってからは訓練任務に参加したりしていました。おはようございます。ごめんなさい、途中で他のことをおしゃべりしてて遅刻しました。この尻尾はどうですか？ふわふわしてていい触り心地ですよ。私の手作りです。はい、今日は救援任務ですか？人を助けるのは大好きですよ。ぐるりと回ってコンコン、キツネさんとウサギさん、ぴょんぴょん。おしゃべりがしたいのですか？いいですよ。ここを触られるとちょっとだけ困っちゃいますね。任務ですよ。忘れた時は私もお説教しちゃいましょうか。任務完了です。いい気分で次の仕事に向き合いそうですね。メールですよ。おかえりなさい。栄養補充のために缶の上にみかん置いておきましたよ。大丈夫ですか？ちょっと心配です。あまり得意なものはありませんけど、指揮官のために頑張りますね。あ、ごめんなさい、他のことをおしゃべりしていたら指揮官についていくのを忘れてしまってました。困っちゃいますよね、やっぱり。ずっと指揮官とおしゃべりし続ければつい立ち止まったりすることがなくなりますね。それはそれで困っちゃいますか？難しいですね。今日は指揮官を観察する日で、明日は指揮官とおしゃべりする日。これなら指揮官を困らせることはなくなりますね。結局一緒？そうですか？みんなが戻ってきましたよ。温かいウォッカでも持っていきませんか？強くなりましたね。砲撃開始しますね。勝ちました。私って普通に戦えますね。負けちゃいました、ごめんなさい。不備料と、せっかく作った尻尾なのに。契約ってことは私と指揮官が永遠に結ばれるという意味ですね。これから毎日
指揮官についていきますから。指揮官も私のことで困らなくなります。おはようございます。今日は時間通りに着きましたでしょ。私のそばにいると暖かくなったり寒くなったりするって他の子に言われたことがありますね。ちょっと大変？じー。あ、かっこいいですね、指揮官は。手がポカポカしますね。